こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですねスペシャルゲストをお招きして話をしていきたいと思います。椅子もう一個あります。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。はい、ではお呼びしましょう。スペシャルゲストさん、はい、どうぞ。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、どなたですか。どなたですか。はい、この人の旦那のマークです。イエーイ。いつもさ、人に紹介するときさ、うん、なんでさ、私名前あんのにさ、名前ちゃんと言えへんで、この人とか言うの。いつもやん。あれ、すっごい気になんねんけど、この人が、この人って誰やねん。失礼しました。なんだ、ちゃんと名前言って。あのな、私、看護学校で習ったわ。あのな、患者さんに対してね、おばあちゃんとか、おじいちゃんとかって言うの、絶対言ったらあかん。ちゃんとこの人、人の名前があるんやからな、その名前を呼ばへんかったらあかんって言って、私は習ってきたわ。一緒や、夫婦でも。ごめんなさい、テイク2。名前言って。はい、もう一回、はい、どなたですか。はい、私はマークです。はい。ひさこの旦那をやっております。はい、よろしい、よろしい。よろしくお願いします。ダメ出しばっかりやな、ほんま。今日もええ天気やね。なんで話変えるん、そうやって。そこが得意なんですよ。ええ天気やね。ええ天気やね。ねえ、もう梅雨も明けて暑いね。暑いね。暑いね。まだ朝やけどな。朝やけどな。朝やったらここで撮影できるやろ思ったけど、ちょっと長時間きつそうやな。暑いの、もう私もうお肌が曲がりくねりまくってるから、もう曲がりくねったやからやばいねんけど。いつも僕は、撮影と編集を担当しておりますって、はい、まあ今までは声だけかな、ちょこちょこ声だけでね、参加させてもらったんですけども、今日は土曜日でちょっといつもと違う企画したいなって二人で話し合って喋れん自分。え、私喋り担当やけど喋れんの、ペラペラ喋れんの、下回る年やから。ぼちぼちでんな。大丈夫？人を年言わんといてくれる。年やん。14個も上なんですよ。え？それ黙っとこや。誰も言われへんかったら同じ年齢同年代って言われてるやん。それものすごい腹立つよな。マークが年齢言ったら見て、って言うやん、あれ。なんだ、ほんで私が年齢言ったら、もうちょっとなんか、とか驚こうよって思うねんけど、私やっぱ年齢そうなんだ。それはもうしゃあない、世間様がそういうおっしゃってるんやからな。正直やな、みんな。はい、今年、還暦になりました、マークです、よろしくお願いします。みんな言ってるで、またよかったな、それが生きがいなんやろ。生きがいな、嬉しいな、もうって言ってほしくて、いつも年齢バラすもんな、やらしい。日頃ひさこに心も体も鍛えられてますんで。どういうことでしょう。はい、何を言われようとって言うてるだけで。何、今日何喋んの、ほんで何を二人で喋んの。いや、ひさこが前に話しとったんやけども、二人ともバツイチで離婚したんですね。で、コメントをいただいとって、なんでマークさんはひさこさんを選んだんですか。最高やったね。そう、10人も子供がいてそれをもらうってすごい、アホやありえないことですよねみたいなコメントをもらう。何を考えて、何を考えて、そんな40のな、こんないっぱいいっぱい子供おる人やで、ね、当時マークもう56とかやって、何年前、54とかか、当時な53とか54やで、もなマークは子供3人いてて、その3人の子供たちがもう成人して、もう子育て終わっとったわけよ。でもこれからさ、老後どうやって楽しんでいこうかなみたいな、大の人生を歩んでいこうかなという時にやで、そうもう全部終わって、そう、そっからやで。私の一番ちっちゃい子がまだ生後3ヶ月やったわけ。10番目のノンノン生まれてすぐやったな。そう、10番目が3ヶ月やって、で9番目が1歳半やって、でその上にダダダダダっておって、で小学校1年生以下がだから5人おったわけよ。そうやな。そういう状態で、年齢が54歳で、子育ても終わってるのに、私にと一緒になるっていうことは、そのちっちゃい子らを全部な、受け入れて、もう一回お金も使って、だって一人育て上げるの2000万とか言うじゃないですか、今の世の中。その通り。それをやで。え、アホ？なんでそれをし、どうや、なん、ど、な、頭何考えてたん？
いや、あれ何年前？もう7年。7年前。7年前ぐらいやな。本当に、波乱万丈の2人ともどん底に突き落とされたよな。そうやな。な。で、突然な。突然な。で、まず、同じ境遇やった。うん、大変な状態やったというのもあった。そう、同じ状況やったっていう。で、それ、傷の舐め合いか？ほんと。傷の舐め合いっていうか、まあ、それまで何年ぐらい ?10 年ぐらい一緒に仕事しとったんだ。ずっと仕事仲間やったんですよね。うん。うん、ほんまにでも仕事だけやったやんな。こんなんなるなんて、全くないやん。何もない。ほんまに仕事上のいいパートナーでずっと10年ぐらい一緒に仕事してたんですよね。そうそう。育児メーカーの、仕事をしてはって。そう。で、抱っこ紐とか、母子手帳ケースとか作ってはって。社長でした、社長でした。そんな過去や、過去や、そんなもん。で、私は助産師やったでしょ。ほんで、な、当時、その抱っこ紐とか、母子手帳ケースを作るのに、その助産師さん推奨って言ったら、なんか、な、箔がつく、っていうので、なんかこう、推奨してく、商品を推奨してくれる助産師さんはええへんかって言って、探して、なんかたまたま見つかったのが私やったっていう、そういうなれそめやんね。そうそうそう。うん、で、そこからまあ一緒にこう取り組みながら、セミナー、ママ向けのセミナーやったりとか、一緒に商品開発取り掛かったりとかっていうので、ずっと仕事で関わっとった。そうやな。いや、10年ぐらい。そうやな。あなたと、セミナーを一緒にやって、途中ぐらいから、まあ、最後の方かな、僕が司会を、それまではうちのスタッフに任しとったんやけども、うん、全然興味なかったからね、そのママのため、ママのためって言う割にですよ。ほんま、ママのためって、ママハッピーとか言って語るくせに熱くね。なのに私が、隔週で金曜日にセミナーやっとったんやけど、それ見に来ようともせえへん。ほいで、私がセミナーでママたちに毎週のように話してる内容を、だから聞いてないから知らんわけよ。ほんで、それ、先週も私話しましたよね、ママの前で。っていうことを、とろいことを、あ、巻き舌なるわ。聞いてくるわけですよ。はぁ？みたいな。それで、私がこんだけ一生懸命ママのためにと思ってセミナーやってるその内容を聞こうともせんと。これでママハッピー勝たんなボケみたいな腹立つ私この人のこともうそれこそこの人って呼ぶけど大嫌いやったもん口ばっかりその大嫌いオーラは感じてましたでまあやっぱり会社の社長として、まあ、セミナーこのママに対してのセミナーもひさこに任そうと思い切っとったんでなんで任すのママのためのだから僕がもうだから他の仕事に集中できとったと思うけどもある日スタッフが休みでじゃあ僕が司会するわって言って司会をしてで自然の流れでボケとツッコミが自然の流れで始まったやんそうそうだセミナーの前座みたいな感じでそうミニコントみたいなのがなってそうそうそうな勝手になそうほんだらそれがめっちゃウケたやんそれが僕正直あの時うわ気持ちいいと思って笑い取れるやん何え私が喋れるから、笑いが取れた、そういう相手やったから、だから、好きなん。え喋れるから。違う、自分も感じてると思うんやけど、その時の呼吸感って気持ちよくなかった。気持ちよかったよ。うん、気持ちよかったけど、ああ、こいつやっとママに向き合ったなって思った。口ばっかりママハッピー、ママハッピー言って全然興味ない。ほんでなんか、ようわからん、わけのわからん、アンティークの車乗り回してよ。それフェイスブックでなんか自慢して、なんだこいつみたいな。ママたちみんなお金なくて自分の時間も持てへんくって、子供に一生懸命やってんのに、好き勝手で真っ黒に日焼けしてね、髪の毛金、な、シルバーのな、わっきわから色で、ほんで筋肉ムキムキにつけてやで。まあ、サーフィンやってましたんでね。ママハッピー、何言ってんのこの人みたいな。自分のことに時間使えて、こんだけフォーカスしてる人に、そんなもんママハッピー勝ったんだみたいなのがあったんやけど、初めて私のセミナーにちょっと向き合ってくれたっていうのがあって、ほんで、まあ、ちょっと気持ちは変わったかな、あの時。で、そういうこともあったし、で、彼女から僕に、その、爆弾メールが届いたんですね。もうね、我慢できひんかって。もう無理ってなって。この。それは、それを一緒に僕が司会して、その自然と見事漫才みたいな感じをする前にもらっとったんや。そうそうそう。ほんでそれをしようと思ったよ。じゃあもうね、我慢できひんくって、4年ぐらいセミナーをずっとやってたんですね。だけど、そのママハッピー、ママハッピー言うけど、一向にそのママたちに向かい合おうと思って、その表面上のね、ママハッピーばっかり言う、私のやってるセミナーもろくに聞いてない、だから話したことをもう一回この人に、社長さんに説明しなあかん。なんじゃこりゃみたいな。これ一緒に仕事してるって言われへんやんみたいなのがあって、それを4年ぐらいずっと我慢してたんですよ。おいで、
まあね、あのマークからしたら私がお世話して、まあ私もお世話にはなってたけど、まあお世話してるしっていうのもあって、でまあありがとうありがとう言うてくれるわけやけど、で、こんだけ一緒にずっと仕事してるから、一回ご飯行こうやって誘われた、とったんですよ。で、私も嫌いやったんで、向き合おうとせえへんし、もうなんか外見ばっかりの、うわ、薄っぺらい人やったから、もうそんなん、はぁと思ってたから、いつも、あ、すいません、忙しいんで、あ、すいません、子供のお迎えあるんで、とかで、ずーっと何年も断り続けとってんな。ほんで、まあ、4年ぐらいずっとセミナーをやって、もうそれ、その我慢が限界に達してね。ほんで、その時期に、ほんまなんか、ジムに行って鍛え始めて、50過ぎたおっさんがですよ、筋肉ムッキムキになって、おいでサーファーやって、サーフィン行きまくって、ほんで髪の毛なんかシルバーのわけわからん色に染めて、年がいもなく、どこのヤンキーやで、みたいな、50過ぎたおっさんが、かっこ悪って私は思ったんやけど、なんかスタッフとかいろんな人に聞いたらみんな、いや社長かっこいいじゃないですかってみんな褒めてくれんでって言うわけですよ。なあ、ちょ、待ってや。冷静に考えや。そんなな、会社の社長に向かってスタッフがやで。社長それ似合ってませんよってどこの誰が言えんねんって。で、似合ってますよ社長かっこいいじゃないですかってみんなそれ社交辞令で言うわな。それに気づかんっていうこのアホさ。もう、びっくりしましたね。ほんで、あ、もう本当のこと言ってあげるので、私しかおらんわと思って、私も何者やねんって感じやけど。ほんで、まあ仕事上のそういう、私が抱えてきた、社長に対するストレスとか、ママのことをどういうふうに思ってんの？そんな気持ちでママのための商品作って、何が響くんですか？みたいなことをね、ちょっと心入れ替えてくれへんかったら、私もここの会社と一緒にこれ以上やっていくの厳しいわ、みたいな。私はこんな風に感じてますけども、すいません、すっごい生意気なの分かってるんですけども、言わせてもらいますっていう、ぶっちゃけメールを送ったんですよ。うん。正直それが、ハッとさせて、心に突き刺さったんや。きっついメールやったろ、あれ。いやいや、まあ言ったら、まあそんな言うてもらえる人ないんで、それはそれで、うん、今から思っても感謝やったと思うわ。うん。で、突き刺さって、ああ、そうなんやと。どっちか言うたら今、ひさこが言うたように、そういうライフスタイルをドヤドヤってしとったような自分やったと思うわ。悪いよな。いや今から思ったら、ね、今から思ったら、いや波乗りも好きやったし大自然も好きやったし正直好きでやっとったんやけども、でも心のどっかにドヤドヤみたいな、俺の人生ドヤドヤみたいなところは確かにあった。そこをズバッと切ってくれた、そのきっかけで本当そのなんていうんだろう、うん、仕事って、男の仕事ってやっぱり売り上げ作るっていうことがやっぱりメインで考えるんやけども、その、ママと向き合う。うん。まあ、どっちか言うたら、母子手帳ケースを売りたい。抱っこひも売りたい。だから、セミナーやったら、人気助産師にセミナーやってもらったら、新規のママにブランドを知ってもらえる。知ってもらえて、勧めてもらったら買ってもらえる。単純にビジネスライクやった。ちょ、待って。それ聞いたら私すっごいコマやん。そうや、コマやで。最悪。コマコマ。正月のコマ。ええように使われとったんや、うん。うん。基本的にビジネスベースで考えたらそうやな。でも、その時の、メールをもらって、何やろ。人間として大切なことっていう深いところをなんか教えてもらった感じで、だから、おそらく、すぐにではないんやけども、そこから、ひさこと、なんか向き合って、なんかその、実際、そのママたちが、笑顔になってもらっていくっていうことに対して、興味が出始めた。うん、ビジネスペースじゃな、ではなくなくて、本当に、その、うん、ひさこがいつも向き合ってる不安と心配でいっぱいなママたちの心に共感してあげる。そこで元気になってもらう。うん。そこら辺の深いところがちょっと見えるようになったんかな。うん。で、そこから毎週の金曜日のセミナーは、僕が必ず、司会したい。で、一緒に前座で、
なんか漫才を、その時夫婦じゃないんで、漫才をしたい、で、それで受けたいっていう心が目覚めたんよ。あれ、受けるとさ、やっぱママたちって、その子育て毎日頑張って、で、まあ旦那さんのことやったり、家のことやったり、いろいろ経済的なことやったり、いろいろ抱えてるから、やっぱほんまになんか腹から笑うっていう機会ってやっぱね、ママになってからってなかなかね、学生時代みたいにもうアホみたいにもうお腹痛いわ、言うて笑うことってないやん。ないやな。そういう中で、あのセミナーの前座でこう、ほんまに大受けするのって、こう自分たちが受けてよかったっていうよりも、もうママたちの表情が、やっぱもう明らかにこう変わるっていうのが、すごい嬉しかったよね。嬉しかったな。本当にね、そういうその体験ができた、っていうところが僕にとっての、第三ステージとかさ、その今までに経験したことのないその体験させてもらって、でそこになんかどんどんハマっていった。なんかこんだけ本当に、ああ子育てって本当にママの立場、パパの立場じゃなくて、ママの立場に、なんか、もう子育て終わったんやけども、初めて立てたような感じで、その視点から久子の話を聞くと、本当に、ああ、そうなんや。ああ、嬉しいな。そう、今更よな。だってその時ってもう子育て終わってたわけやろ。終わってるよ。過去の子育て、自分の子育てを振り返ってどうやったんよ。自分がパパとして、な、三人子供いるやん。もうみんな成人してるけど、その子らがちっちゃかった頃な、その家族として、その夫婦として、子供に対して、どういうパパやったんよ。そこからセミナーやらせてもらってるんで、久子からその学びはどん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 増えていったよね。で、改めて僕の人生を振り返って、今言う子育てっていうものを振り返った時に、あー至らんかったな、未熟やったな。子育て終わってから気づくってやつ。いやいや、久子と一緒にやってるからこそ学べる、こんな機会は学校で学べないよね。うん、突然結婚して自然と子供ができて、で自然と子育てが始まる流れが一般的や。そこにセミナーに参加して、しっかり学んでいった上で、さあスタートっていうことじゃないんで、それは普通やと思う。まあ、一般的なパパたちって、みんなだからその状況なのかな。まあ普通や。だから、それで男の脳と女の脳の違いとか、女性っていうのは話を聞いてスッキリする、動物やとか、男性は大きな一つの目標に向かって、それを達成して、で、癒されるっていうか、その達成感に対して、自信ができるとか、そういう男の立場とか、そこを久子は分析して話するんで、ああ、なるほどな。で、そういう目で、前の夫婦生活を考えても、確かに家帰ったら、あんまった。どうでもええ話聞かなあかんわ。ああ、うざいなと思って、実際帰っていっとったし。で、一緒に、その時は一緒に仕事しとったんで、で、売り上げの話やなんやかんやしても全然興味がない。もっともな、そんな。それに、なんでやねんって思っとって、ストレス溜まったりとか。その、あくまでスタンスが自分中心。自分中心な生活やったと思う。だから女性の立場を考えてしっかり聞いてあげることで相手がスッキリする。だから聞いてあげよう。今久子と生活しとって実際本当何やろな、全く変わったと思うわ自分が。本当にドヤドヤって、ほら俺のやってるやろやってるやろ、ドヤドヤっていうのもほぼ今ないな。家事やっても何しても全然なくなったし、還暦にして気づく。で話したこの話を聞いてあげることでスッキリしてることが伝わってくる。あ、よかったなってそれで思える。まあええかっこ言ったらちょっと包容力っていうか、そういうものができたんかなとか、女性ってこういう
生き物やからこうしてあげたら喜ぶ、喜んでもらうっていうことが何すごい嬉しくなる、うん、それは仕事で成功した時とか、うんうん、その仕事で成果を出した時のその生きがいっていうか喜びと同等、うんうん、今は同等っていうか世界が違うわ、うんうん、世界が違う。命の授業してるけども命っていうその基本があって、うん、そこで生きるっていうことがあって、そこのそのベースになるものなんかなと思うよね。でその糧として男は外行って働くとか、女は家を見るっていうのが昔からあるわけやろ、うん、だからあとは男の役割女の役割っていうことで、そのもっと核になる部分なんかなという気がするな、うん、その共同生活っていう、そのやっぱり男と女がいて、でそこで成り立つ社会やろ、この人間の社会っていうのが。どこ行っても男と女がだいたい半分半分ぐらいいる。だからそれぞれ男の役割女の役割っていうのはあるやんな。だからそこを一つにしたらやっぱりそこにパワーが出る、うん、で仕事もお互い、まあ両方とも働いとったとしても今はそうやね。そうそう、そんな男の役割女の役割っていうのは本当にもうなくなってきてて、今はな、うん、うん、そら時代はどんどん変わるんで、共働きも当たり前やし、もうね、いうことはないけども、やっぱりちょっと待ってカメラのケースが転がって、ちょっと撮って喋ってここ風がねめっちゃ強くて、今風速なペット、ありがとう、危ない。カメラケースが海の中よ、すごいはい、うん、っていうことで、そのなんやろ、一段上がって久子と出会って、一段上がらしてもらって、人間としてはっていう深い部分っていうのを勉強させてもらって、でそれが6年7年ぐらいかな、ね、かけて一緒に生活して夫婦になって、でもう散々いろいろ、そらもう言葉もきついからね私喋れるから、口から生まれてきたから、いやいや、もういくらでも正論とで、もう何にも言えないぐらい正論ぶわーっぶちかますから、そうそう、一言言ったら100こと1000こと返ってきますからねそれ私から取ったらもう何も残らへんでだから、まあ、そういうもんでビシバシ鍛えられて、で本当に一番人間として大切なことっていうことが学んでこれて、で初めに喋った質問やけども、なんで10人もいてるのに一緒になったんとか、そこの話やけども、おそらく僕っていうのはどっちかというとあんまり考えない人間で、直感ですぐイノシシのように突進すると、考えないで突進するっていう生き方っていうか性格。でもさ、うん、なんか何も考えんとただ突っ込んでいったら失敗するやろ、うん、でもマークそうではないやん、まあ、考えたらもう思った瞬間動くけど、うん、でも結構なんだかんだちゃんときっちりとこう考えてるよね、今の生活にしても、その経済的なことにしても、もう子供をね、今12名お腹いますけども、これね、11人目生まれて12人目生まれてってなった時に、そんだけ子供が増えるわけやろ、じゃあこれ食べさせていかなあかん、この子たちに教育もちゃんと受けさせていかなあかんってなったものって、直感だけでただ欲しいからっていう、そうではないやろ、だってやったら困るしな。いや、ええ風に言っちゃら、うん、まあ言っちゃら言っちゃら和歌山弁僕はまあ23歳で会社を起業して、そこからいろんな国に会社を作って、いろんな国に社員を作って、で、文化や宗教も超えて、で、生きてきた、うん、その経験が今この60になるけども、一般の方と比較したら多分どうやろうな、1000倍に1000倍いろんなこと経験できてると思うねな。でそこで今失敗って言ったけど、当然失敗はもう数えきれへんぐらいしたよな、うん、その上で今生きるっていう自信はめちゃくちゃあるよな、何が来ても乗り越えていく自信、それはもう100%へこたらへん自信、うん、そうそうそう、
失敗してもな。そうそう、うん、それは 100% 自信があるんや。すげえな。いい格好したらやで。すげえな。いい格好したら。だから、不安で心配で、その、軸が揺れて、もうどうしようもなくて、何もできないみたいなことは、今はない。ゼロや。うん、もう正直自信の塊。いやいや、それもないわ。自信とかいう言葉もおそらく超えてるわ。そうやな、もうそういうのもこれ、ほら、どうや、自信あるみたいなもん出してけへんもんな。全然ないよ。それは今改めてこうやって喋って出てくることやけども、ああ、そうやったんかって思うぐらいで、そういうのはもう深い深い深いところにあるんやと思うな。だから土台、基盤っていうものが、おそらくありえんぐらい、なんか、うん、すごいもんになったんじゃん、うん、そういう経験を通してね、うん、なったんじゃん。だから10人いようが11人おろうが、今度12人目であろうが、まあ正直何ともないです。いや、これは結構特別やと思うんで。特別やと思うで。みんなそんなんさ、60になってもう一人子供ってさ、そんな、だって私が今関わってるママたちのお父さんの年齢60歳とか言ってるからな。そういう年代やのに今からまだ子供生まれてきてやからさ、考えたらだってこの子が、このお腹の子が20歳になる時って80やで、まあ。その通り。年齢的にはそう。その、年齢とともに年を取るんやけども、不思議な話、僕の場合は年齢とともにきっと若なってる。若くなっていかへんかったらな、育てていかれへんしな。いやいや、そういう意識もない。おそらく僕の年齢意識は今33、4歳やと思う。いやいや、私33、4歳の男の人相手できひんは若すぎて無理。いやいや、心とか体力とか、その何やろ、目標に向かっていくとか、そういう年齢的なもんってあるやん。30代めっちゃ頑張るとか。まあそこにいるよね。そうそう。人生これから終わっていく人ではないよね。そうそう。今おそらく32、3歳ぐらいのところにおるんちゃうかな、というのはもう間違いないことで。だから自分を60やと全然思ってないし、だいたい意識は33、4歳かなっていう意識があるんで、で要するに30歳近く差があるわけやな、実際の年齢と。となったら、80なったら50歳。あ、若いな、まあ、いけるな。そうそうそう。いけるいける。うん、そうそうそう。ほな、13人目もいけるな。だから、一般的に、皆さん、ママセミナーもリアルでやると、僕の年齢ばらしたら、って、会場全体がどよめくよな。あれは腹立つわ、ほんま。だいたい、久子さんと同じぐらいの年齢だと思ってました。40代前半だと思ってました。とか、いう人が、まあ、ほとんどなんで、だから、それはやっぱり気持ちの表れやと思うね。うん。だから今もそうやし、今度いただいても、80なってもその時はおそらく、どうやろうな、50、まあ、もしかしたら40代かもしれん。それだけ今、うん、積み上げてきた僕の人生で、自信とか、で、新たなステージでのその前向きっていうか、うん、こうやって YouTube 始めたらそうやん。な？ね、実際、大阪の助産院もバブバブも、たくさんの毎日大勢の方来ていただいたんやけども、来てくれたね、本当に。それでも、だいたい、まあ、例えば20日間営業してね、開院して、で、20人来てもらっても400名。年間で、4800名だけやん。そうやな。な？今この YouTube やったら、どうやろ、もう国、海を越えて。な？地球規模やね。地球規模で、元気になってもらってるママがきっといらっしゃると思います。あなたもそうじゃないですか？本当にありがとうございます。ありがとう、見てくれて。うん、だから、そういうことで、この YouTube をやることで、この久子の経験、もう限りなくある引き出しを皆さんにご提供して、ひさこいつも言ってます。100人いれば100人の子育てがあると。一人一人細かく違う。うん。そこの一人一人に心に刺していきたい。
そうそう、子育て一般論概論っていうのをね伝えるっていうのはどこの YouTube でもあると思うね、まあ、本にしてもサイトにしても、そうやな、そうじゃないねんな、その基本っていうのはもちろん抑えんねんけど、みんな違うねやんか、100人ともな、だからその一人一人のその状況背景に合わせたそのアドバイスっていうのはやっぱね100通りなんですよ、そうやな、うん、それを伝えていきたいなっていうのがあって、だから概論とか一般論はええねん、私もそこはもう超えてて、うん、それは綺麗事やし、やっぱそれは響かへんのな、ママたちに。そうそうそう。うん、だからそこは伝えていきたいなっていうのはあるよね。そうそうそう。もちろん、この動画をご覧いただいた方で、いや、違うやんけ、みたいなことはあって当たり前。もちろん。みんな価値観違うから。当たり前。うん。そういうことを考えていって、それ、そんなあったらどうすんのって。誹謗中傷言われたらどうすんの、炎上したらどうすんのって、そんな考えとったらほらできません。そう、新しいことにチャレンジするっていうことは、人と違うことをやっていこうとすることは、それはイコールもちろんね、叩かれることもあるし、反対意見は絶対にあって当たり前やし、当たり前、うん、そうそうそう、だからそういう意見なければならないやろうしね、そうそうそう、うん、あっていいよね、あっていいよね、うんうん、そういうことじゃなしに、まあ、どっちか言ったら偉そうに言った大義名分は、もう世界中のママがハッピーになってもらおうと。そうやな、ね、これからの残りの人生はそれに、かけようということで、沖縄を選ん で、 でその時間を作って YouTube を撮る時間が大阪では一切なかったからね、めっちゃ忙しかったんで、できなかったんで、その時間を作ろうと、そのための沖縄やもんね、そのための沖縄、うん、今ちょうど、まあ、そういうことで、うん、朝からもう撮影させてもらって、ね、編集して、でその内容を久子と喋ってとか、ずっと会話してるよな、もう24時間一緒にずっと喋ってるもんな、ずっと、本当にずっとおるな、ずっとおるけど、なんか違和感ないよな、違和感はないな、まあちょこちょこ、まあまあ腹立つこといろいろあるけど、いや、それは女性としては当たり前やし、なんでやねんみたいなこといっぱいあるけど、そら、まあ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 、まあ、でもな、私のできひんことマークはたくさんできるし、私ね、こうやって YouTube でめっちゃ喋ってるけどね、すごいなんか前向きで明るくって元気でっていうイメージあるでしょ、でも最近 YouTube 撮っててもよう泣いてるやん、結構ね、あれ久子さんって意外とって思ってる人もいるかもしれないけど、私結構ネガティブよね、弱いよな、まあまあ、正直一歩踏み出すっていうのはなかなかできないっていう一般的やな、そうやな、うん、そこは僕の得意なところで、うん、だからなんやろ、お互いの力をそのね、さっきの 1+1 は2じゃないけど、 1+1 は2どころじゃないな、うん、1+1 はもう100ぐらいになってる、100も200も1000もわからんぐらいになってんじゃん、そうだから、うん、まあ私もやっぱり実際その離婚を経験したりとか、自分もやっぱり若い頃30代の自分って本当に妻として至らないことだらけだったんですよね、その男性のパパの気持ちっていうのに寄り添うっていうの一切なくて、自分が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 大変やのに、自分こんなに頑張ってるのになんで分からへんねんっていうことばっかりを前面に出してたっていうのは、本当に今こう離婚してマークと一緒になって今一緒にいることで、あの頃の自分って30代までの自分って本当に人としてあかんかったな、未熟やったなーっていうのを感じるんですよね、でもその未熟な時代があったから今があるっていうのもあるから、うん、そう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 、いきなりそんなね完璧な人間なんかいいし、ないない、うん、でもその失敗があったから今ママたちにその夫婦ってこうやでって、まあ夫婦じゃなくてパートナーやったとしてもですよ、うん、こういう風にあるべきやでっていう、シングルだったとしても、そう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 、シングルでもね、きっとパートナーがまだ見つかったりとかあるじゃないですか、人間だからね、そういう中でやっぱその、ね、同性同士でもそうよね、そうよ、同性のパートナーでもそうですよね、まあ、人と人とのコミュニケーションっていう部分では相手の心を考えて、やっぱ自分のことばっかり主張するんじゃなくてね、うん、お互いがそういうことを認め合って一緒にやっていくっていうことで、人と人とのその社会っていうのが成り立つんやなっていうのが、お互い失敗したからこそ今見えた世界で、だからそれがこうね、語ってあげれるっていう部分もあるし、で、そこは今だから私たち二人はすごく意識して
一緒にやっていってるよね。そうやな、うん、だから腹立つこといっぱいあるんですよ、うん、やけど、まあ、ちょっと置いといて、まあ、私にないそういうもうアホみたいにもうびっくりするぐらいポジティブな前向きな腹立つこと一つもないですよそんなん言ったらもうな100倍返しされるからなあったとしても黙っといた方がいいと思うけどな、うん、でもまあまあなそういうのはあるけども、まあ、お互いそれあると思うよ、もちっていうことはあると思うけど、でもその中でやっぱその自分の持ってない相手のすごいところとかっていうのがやっぱお互いにあって、それがこう噛み合うから家族もうまくいくし、こう仕事もうまいこといくし、何もかもがうまくいってるっていう、そこの部分にやっぱ着目して、そこに感謝したりとか、そう本当に心から尊敬したりとか信頼したりっていうそういう気持ちを持ってなければやっぱそれなかったらそれはやっぱ態度に出るもんね、うん、やっぱりね人って男でも女でも認められたいじゃないですか、うん、でありがとうねって言われたいじゃないですか、そうそうみんな承認欲持ってるやん、ね、うん、だからそこっていうのはやっぱ満たされてこそ人って力を発揮できると思うから、うん、でどんなパパでもどんなママでもすごいところってあるやん、あるある絶対あるやん、もうほんまイケてないパパでも、うん、あんねんって探していけば、あるあるでそこを見つけていかへんかったら、うん、やっぱり人としてはな、うん、あかんなっていうのはあるから、うん、今私はすごいだから意識してマークのすごいなって思えるところを見つけに行こうとしてるし、でそれをちゃんと言葉で表現しようと、暴言の方が多いか、暴言102褒め言葉 0.1 なんでいいや、ちょっと待っていいや、それはないやろ、言っていいやろきっとまあでも最近よう褒めてくれますわ、何かとね、うんうん、そういうのは大事やなって思うし、かといってその相手のことばっかりを思ってね、自分の本当の本心っていうのを隠したりとか蓋してしまってどうせ伝わらへんからってやめてしまうっていうのも違うのよね。私は前の旦那さんとそれをやってしまって、言っても言っても伝わらへんから、もう言うだけ自分がまた傷つくから、もう言うのやめようってなっちゃって諦めちゃったんですよね、うん、そんなんもねすごい後悔してるけど、今はでもそれって一般的にあるあるやあるあるやと思うね。でもなほんまな、もう言ってもな、言ったら結局あの絶対返してほしくない答えが返ってくるの、男性からって。そしたらもうなんか言って結局自分がなんか100倍ぐらい疲れるっていう、傷つくねんな、まあ、自分守らなあかんやん、やっぱりってなったらな、壁作っちゃうね、もうドアパン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 ってもう10個ぐらい閉まんねやんか。わかるわかる、うん、そんな感じやってんけど、だから相手を認めつつでも自分の思いとかもきっちりこう伝えていくっていうことを、あの上手に45過ぎてできるようになってきてるんかなみたいなのは思いますね、うん、だから私も実際今46で次の子生まれてくんねんけど、私かってだからこの子20歳になる時だから66とかでしょ、ワオって感じなんですけど、でもまあね、何があるかわからんやん人生って、うん、あの元気に生まれてきたってそこから病気になることもあるし事故になることもあるし、私たちもこうやって今は元気だけど病気になることもあるかもしれない、何があるかわからないっていうところでは、それはもう100人いたら100人とものパパママがそうでしょ、子供たちも全員がそうでしょ、人間はみんな平等やと思うね。でその今起きてないことを不安に感じてひるんだら多分人生は何にも開かれへんねんな、うん、何か起きてくるかもしれん、でも起きてきたらその時にそれを受け止めて、じゃあどうやって解決していこうかっていうことを前向きに考えてそこに動いていける、そこでこうもう布団かぶってしてしまわないっていうな、それができるのがマークやん、うん、いや僕そういう意味でな、まあいろんなその波を越えてきたんで、で7年前ぐらいはよく僕が人に相談乗る時に、うん、僕はねあの無限大のプラス思考ですわとか言って、その言葉も大嫌いやった言うとったよ、覚えてる、大嫌い大嫌いやった、だからなんかそういう表現してしまっとったよな。そうメールのね最初にね必ずねついてくる言葉があったんですよあのこんにちは、無限大のハッピー思考マークです。違う、ね、ハッピーマーク、そうや、超ハッピーマークですか、超ハッピーマーク、マーク、 それがメールの一番最初に必ずつくんですよそう、めっちゃハッピーである自分をねそうそうそう、どんだけみんなに伝えたいねみたいな、みんないろんな思いがあって生きてんのによ、合うちゃうかと思っとったよ、あれも。そうそうそう、だからそういう表現をしとったんやけども、今から言ったら確かにそれもなんかすごい子供っぽかったなと、自己中心やったなっていうのも気づいたし、
で、なんやろ、プラス思考、プラス思考言うて傷つく人も当然いるっていうことも。前向きが幸せなことではないねん。ないよね。ネガティブは悪いことではないねんで。ない。うん、うん、うん。そうそうそう。だから、そういうことも学べて、その上、ね、そういうことがいろいろ含めて、なんか、一緒に、一緒に住んでいったら、まあ、大勢の子供はいるんやけども、それよりも、久子と僕と二人でおることで、相当、この、生きとって、世の役に立てるん違うかなっていうことがあったんやと。わかる。まあ、そうやけど、それはでも大概、なんかものすごい自分に自信あるよね。いやいや、その時の、それ7年前ぐらいか。うん、まあでも、役には立ちたいっていう気持ちで今二人で取り組んでる。そうよね。もうそれしかないよね。そうそう。そうそう。だからね、いろいろ大阪のママも心配していただきました。ね、久子さん、売り上げなくなるのに。そう、全部捨てて。全部捨てて、どうやって生きていくんですか？沖縄直後にも予約あんまり入ってないじゃないですか。みんなチェックするからね、予約フォームをね。大丈夫ですかとかな。めっちゃ心配してもらった。優しいよな。心配してもらってるよな。うん、だからそういうのはもう何頭から当たり前で、そういう目的じゃなしに、こんな、まあ、世界のママの役に立とうや、みたいな大きな目標できてるんで。そう、最低限食べていけたらいいと思って。最低限食べていけたらええし。別にもう、だってこの海があるだけで、もうこの景色だけで、こんな贅沢ないやんか。ないやん。他別に私も何もいらんで。ここ家から何分？どうやろ、10分ぐらいかな。10分。ここ家から来るから。そうそう。もうこんなんあるだけで私も十分幸せやし。わざわざ大阪から飛行機乗って旅行に来るとかやな。なあ、欲しいものって別にほんま、最低限食べれて、暖かい布団で寝れたら、別にいいわ。それよりなんかみんながね、ほんと笑顔になってくれる、そういう、なんか、役目ができたらもう私それだけで十分、もうそれが一番自分の中でいつも今力になるっていうかエネルギーになるかなって思ったら、逆にこうやって YouTube やったりとか診察来てくれるママとかウェブ相談で話してくれるママたちが笑顔になってくれるっていうのが、でも私の中で一番の報酬で、それだけでほんまに元気になるんですよ。やろ、うん、だからそういうことで久子は元気になるんですね。だから僕がそういう、そのママと久子が接点を持てる環境、久子が元気になると、よりママたちの心に突き刺さる言葉が発せれて、で、元気になってもらえる。だから、その元の環境を僕が極力いいものにしてあげたいなっていう気持ちだよね。やったらさ、イライラさせんといてな。まあ、そらしゃあない。人間やね。ロボット AI じゃないです。それはそこは楽しんでいったらええんちゃう。イライラすることも。いやいやいや、尊敬してるよ、信頼してるし。いやいや、僕らこそほんまに子育ても仕事も一緒にやってもらってありがとう。いいえ、どういたしまして。本当にありがとう。うん、久子綺麗ないつ見ても。そやろ、うん、今日の髪型最高、お団子。今日時間かけてやってます。いつも違うスタイル。いろいろやろうっていろいろやろうよ。まあでも今日は面白い企画できたな。そうやな、まうん、だからね、コメントにもすごいあるんですけどね、うん、前向きになりたいですとか、久子さんみたいに元気にやっていきたいですとかっていうコメントすごい目立つんですけどね。いや、いいよね、ネガティブでね。ネガティブがあるから、その後にポジティブがやってくるのよね。やっぱね、苦労しひんかったらね、見えてくる世界はないねん。っていうのはめっちゃ思う。だからって勝手でそのね、ポジティブ、じゃあネガティブをね、後ろ向きな悲しいことをね、わざわざそこで足を踏み入れることはないと思うよ。でもやっぱ生きてたら、人ってみんないろんな、ね、夫婦関係だったり、子供のことだったり、ママ友関係だったり、仕事のことだったり、いろんなことで、ねえっていうことは絶対生きてればあるじゃないですか。だからそれは、そういうものが来た時には、それを受けて立つっていうか、うん、そういうものがあるからこその、その先に見える人生なんかなっていうのはすごく思うし、まあ、偉そうかもしれないけど、まあ、マークも今60になって、私46になって、で
でも60のマークからしたらな、40代の私ってな、よく言うやん、14個もしたやからしたくないから赤ちゃんよ、へーへーへーとか言うやん。いやほんまそんな感じなんかもしれへん。私も60になった時、40代の人見た時かわいいねって思えるのかもしれないけど、でも私やっぱり40過ぎてからようやくなんか人としてその本当にいろんなことを受け止めて、こう否定したりとかせずに全てのいろんな価値観を受け止めてそこに寄り添うっていうことが、やっぱり30代苦労したからこそ今やっとちょっとこう見えてきたなっていうのをめちゃ感じるねんな。素晴らしい。うん、でもこれはやっぱり自分がほんま自殺未遂をするレベルのしんどかった思いを下から見える世界やなっていうのも思うわけだから、それはそれであのネガティブがあったから今の自分があるかといって今もポジティブかって言ったらマークからさ全然ネガティブやんけど、うん、落ち込んで泣く時はいっぱい泣いて、そういう自分の正直な気持ちを受け取って、それを無理に蓋をせずにそのままの自分を受け止めることで次のステージに立っていけるんかなって思うよ。まあ要約したらそれが生きるっちゅうことですか。そうや、深いな深いな、うん、深い。これでも一生続くんやろうな、80になっても90になってもな、年齢関係ないと思う。うん、でここでな完成バージョンじゃなくって、本当にここから先もいろんなこと経験しながら、もっと私らももっと人として豊かになっていかなあかんやろうな。まだまだ至らん。そうやな、ほんま至らんで頑張りや。まだまだ至らない。うん、至らないよ。だからそこはね、あのしっかり反省と改まりで、そう、ね、しっかりその大きな、そのさっき申し上げたね、うん、ここの YouTube を通しても、うん、インターネットを通して皆さんが、あなたが笑顔になってもらえる、それを目標にね、うん、はい、修行して頑張っていきたいな。頑張っていこうな、ほんまにな。頑張ろうな。綺麗やな。綺麗やな。ええ景色やな。ええ景色やな。まあこんな感じで、たまにね、場所を変えて、まあ僕も、まあこんな人間ですけども、たまに登場させていただいて、こうやってね、いつもとちょっと違うお話をさせてもらえて、まあ役に立てればいいかな。そうやな。うん、うん、今日はサングラスは取らないの？今日はやめとく。次回取らせていただきます。引っ張るな。本当は仮面もしたかったんですけど、怪しい、恥ずかしいんです、人前が。人前苦手やねん。苦手なんです。ここがやねんちゅう。はい、じゃあいつものお決まりの、はい、じゃあ一緒にやりましょうか。はい、12人目、妊娠中、助産師サポートサポートしているマークと久子の子育て学校、子育て学校チャンネル登録してぜひ入学してください。ちょっと練習が足りません。あかんわ。いやもう日焼けした、絶対これさ、もうこれ絶対痛くなるやつ。ほんま見て、真っ暗やもん。真っ暗。どうしよう。どうしよう。